はいどうも皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。懺悔の用意はできていますか？さあ本日はですね、新しいフォトンデッキのご紹介ですね。あの新パックにて登場したこのフォトンオーブイタルというモンスターね、これがねめちゃくちゃ強いんですよ。フォトンデッキにはねぜひ三積みしたいカードになってまして、こいつがあの今までのフォトンデッキももちろん強かったんですけど、より一層ね、より一層安定感を上げてくれたっていう感じのモンスターになっております。で圧倒的三積みカードなんですが、とりあえず効果を説明していきましょう。まず丸1番丸2番ありまして、丸1番はメインフェーズに自分のフィールドのフォトンモンスターまたはギャラクシーモンスター一体対象にし、自分の手札フィールドからこいつを装備できると、500ポイントアップの装備カード扱いとして。だから例えばね、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンに装備したら3500になるし、フォトンスラッシャーに装備したら2600かになれるっていう、そもそも打点を上げることができるっていう点で、結構優秀ですよっていう点ですね。で、装備モンスターは戦闘では破壊されないよっていう耐性も得ることができるんで、これでね、戦闘強のようなモンスターだったら、とりあえずこれつけていけば大丈夫みたいな感じの効果になってます。で、2番の効果、これがめっちゃ強いんですけど、装備されているこのカードを墓地に送って、フォトンオービタル以外の、フォトンモンスターまたはギャラクシーモンスター一体を手札に加えることができると。これは、後々ね、ランク5を作りやすくなっているギャラクシーソルジャーとかをもうサーチすることができたりするんですけど、これが、優秀なのは、1番と2番の効果、別に1ターンに1度しか使用できませんけど、どっちも使えるんで、フォトンオービタルは誰かに装備して即座に外すことによって、フォトンモンスターをサーチできるんですよ。だから、今までって、フォトンは2体展開するのにも、結構工夫が必要で、例えば、フォトンスラッシャーと、なんかその、フォトンバニッシャーとか、それからフォトンアドバンサーと、なんかその、フォトンスラッシャーとか、こういう組み合わせだったらいけるけど、フォトンスラッシャーとフォトンスラッシャーとか、フォトンバニッシャーとフォトンバニッシャーとか、こういう組み合わせだった場合って、フォトンを2体展開できなくて、ギャラクシオンを出せないっていうことがあったと思うんですよね。フォトン使いは結構経験があるんじゃないでしょうか。なんか手札になんか同じの被っちゃって、なんか展開できんじゃねえかみたいなパターンね。あとフォトンリザードが被っちゃって、召喚権が被ってるからふざけんなよみたいなことあったと思うんですけども、このフォトンオービタルは、通常召喚もできるし、実質特殊召喚するモンスターを持ってくることもできるんで、オービタルはね、被ってもいいんですよ。例えばオービタルが2枚来てしまった場合でも、オービタル召喚してオービタルにオービタル装備して、でオービタル効果でなんかそのバニッシャーかなんか持ってきて、でバニッシャーを特殊召喚すれば、2体並ぶとフォトンが、こうすることによってギャラクシーンを出せると。でさらにこいつは何でも持ってこれますんで、このバニッシャーっていうね、このこのデッキの潤滑油、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンをサーチしてきて、そのサーチしてきた、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンをデッキに戻して、スキルでね、フォトンストリームとかギャラクシーサイクロンとか持ってくると思うんですけども、このバニッシャーへのアクセスもかなりしやすくなったと。今まではバニッシャーない場合はリザードがないとね、リザード召喚効果ってやんないとこいつを特殊召喚でこいつ持ってくることができなかったと思うんですけども、こいつは基本的にバニッシャーにもなれる、スラッシャーにもなれる、アドバンサーにもなれる、で被ってもいいっていうことなんで、もうね、実質ね、フォトンリザードの上位互換みたいな感じなんですよ。これめっちゃ強い。これが出たことによってかなり安定感と、アドバンテージを稼ぐ能力が上がったので、ぜひね、新パックね、フォトンを組んでる方はね、向いていただきたいというふうに思ってます。で、あとの魔法トラップはね、環境に強い魔法トラップを入れればいいと思うんで、ギャラクシータイクロンもね、バック除去できるんで1枚は絶対いると思うんですけども、あとはお好みでって感じなんですが、普通に強い狡猾と破滅のフォトンストリーム2枚ぐらいで、あとは月の書ですね、を入ってます。この辺の魔法トラップは環境に応じて変えていけばいいかなと。エクストラデッキもそうですね、エクストラデッキも環境に応じて変えていけばいいかなっていう感じなんですが、とりあえずこのフォトンオービタルっていうモンスターの強さ、これをね、皆さんにご覧いただきましょう。それではデュエルスタンバイ。さあお相手の方20代くんね、行くぜデュエルスタンバイ。俺のターン。さあフォトンオービタル来た。このフォトンオービタルっていうモンスターが安定感を底上げしてくれてるんで、その辺のこの動き方を見せられるように動いていったんですが、フォトンオービタルかぶってもいいのかね。フォトンって
今までは結構かぶっちゃいけないモンスターとして、まあ、スラッシャースラッシャーとか、あとバニッシャーバニッシャーみたいな、まあ、組み合わせがあったと思うんですよ、動くときに。なんですけどフォトンオービタルは別にかぶってもいいし、しかも何にでもなれるということで、まあ、オービタルはねさすがに3積みしていいかもですね、まあ、3枚あっても別にそんなに腐らないんで、次のターンにまた効果使いますからね。なんでこれめちゃくちゃ強いということだけ言っておきましょう。フォトン使いの皆さんはね絶対オービタル3枚集めた方がいいんで、新パックはフォトンオービタルが人質みたいな感じです。フォトン使いの方結構無課金の方とかでも集めてる方多いと思うんですよ、フォトンって。最近カイトもまた来たしね。なんですけどまたこの新パックにねフォトンオービタルとかいうモンスターが人質に取られてしまっていると、新しいパックを見かせるためのまあコナミの策略ですよ。これよくないっすねこういう。まあエール企業としてはいいことなんでしょうけど、まあ、ユーザー一ユーザーからはよくないですね。ちなみにギャラクシーサイクルを採取すると展開できないんで、もう構想しかありません。これはもうしょうがありません。俺とマスクなら命を投げ出す。マスクっぽいよ。とりあえずバニッシャー持ってくるしかない。でバニッシャーでまあでも妨害がめちゃくちゃあるんで、ギャラクシーサイクロンとか、まあ、狡猾とかあるらしいですね。トントンバニッシャー、まあ、狡猾あるんだから、こういうときに成功したとき、できた。ギャラクシーアイズ、フォトンドラゴンを手前に加えていく。まあ、さすがに一発ギャラサイ打って、あれかな。マスクチェンジ、まあ、多分マスクチェンジ読みしてるんですけど、あれ。マスクチェンジは使わせましょう。で、使って出てきたモンスターを処ればいいから。はい、ギャラクシーサイクロンの効果発動。いや、このサイクロンギャラクシーってついてるのやっぱ強えよな。マスク来た。さあこのご時世マスクは大事ですよ、マスクは大事ですよ。さあブラストが特殊召喚されますよと。これここでマスクでブラスト出してくれるのは結構ありがたくて、別にそれ関係ないんでエクシーズで使うから、だからこうするじゃないですか。はい、ギャラクシオンでしょ。で2体でギャラクシオン、はい。で瞳の中の銀河から現れていく。でこれ除外される。でギャラクシオン効果、エクシーズ素材を2つ取る時、デッキからギャラクシーアイズフォトンドラゴンを特殊召喚。急に声がでかくなるやつ、ギャラクシーアイズフォトンドラゴン。これはこうしてフィールドのカード1枚を除外する。あ、やべ、ミスった。これワンクル取れねえからあれだったら除外する必要ねえじゃん。これガンすればあったわ。ちょっとごめん、やっぱもうね深夜だからね、頭おかしかったね。深夜っていうか朝だからさ、今これ朝6時半に撮影してるんですよ。もう眠いんですよ。ちょっとごめんなさい、言い訳して頭おかしかったね。残りネオスフュージョン、ネオスフュージョン OK、ネオスフュージョン OK。 いやーこれどう考えてもステだったな。今ワンキル取れなかったんで、これどう考えても温存するべきですね。まあ、とりあえずグランネオスはバウンスされちゃうんで、上裏側に、して置いておくという感じにしていく、守備表示にするということにしていく。モンスターを伏せる、モンスターセット。なるほど、完全に見つけましたね今打つタイミングを。オービタルか、オービタル、まあオービタルだったらオービタルはとりあえず、ギャラクシーサイクルの効果を発動し、ネオスペースを破壊し、そして、オービタルの効果を使い、オービタルで特殊召喚するモンスターを持ってくればいい説。500、まあ、これ召喚する意味は意味わかんないから、フォトンオービタル効果。さあギャラクシーアイズフォトンドラゴンに装備していく。そして、フォトンオービタルの効果発動。それなら命を投げ出す、それがお前の存在意義だ。ハルトハルトハルトを召喚。バトル、こいつがどうでもいいやつだと思ったらこれ除外するじゃないですか。タスケットとかも警戒していく。でギャラクシアイズフォトンドラゴンの効果、加熱のフォトンストリーム。ウェイ、オーケー。こんな意識朦朧としてでも勝てるなんて、なんて最強デッキなんだ。みんなもフォトンオービタル集めに行こう。フォトン使いのみんな、さあお相手の方
見せてやるぜ。クジャクマイさん、ボトンオービタル。いや、狩り場きついんだよね。狩り場マジでやめてほしいんだけど。あの局所なくなったから追い風かと思ってるんだけど、狩り場マジできついんだよ。俺とハルちゃんのためなら命を投げます。オータルでバニッシャー持ってくる。でバニッシャー特集。これオービタルってさ、これ装備装備じゃねえや、召喚しといた方がいいとかないよね。効果さんみたいな。でギャラクシーフォトン。さあギャラクシーアイズを戻して破滅のフォトンストリームを持ってくるしかない。いやー、狩り場狩り場マジでやめてほしいんだけど。狩り場にさ、フォトンストリーム当てないといけなくなっちゃうじゃんね、これね。これ一応これこうですかね。これでこうして、あちらにフォトンオービタルの装備解除効果は一旦に一度の制限がついてますんで、まあ、装備する効果は別に一旦に何度でも使えますけどね。ちなみにまあでこうするしかないか。いやー、これこの妨害2枚だとなんかハーピー止まんない説あるんだよね、狩り場で割られて。まあネストがなければワンチャン止まるかなって感じなんですけど、ハーピーズネストじゃねえや、スワローズネスト。なんか毎回スワローズネストって言っちゃうみたいな感じだよ。カードをセット、オービタルは装備じゃなくてもいいか。次の展開の時に取っとくか。私のターン。さあどうする。ドロー。さあ狩り場くん、狩り場で局所がなくなったのに狩り場でバッグをバンバン破壊してくるのやめないか。あ、ちなみに最近注目されているのはサイバー流奥義と、あのサイバーロードフュージョンだけを出張させる、なんかあの異次元のあのサイバー流出張コンボがなんか注目されてるらしいですよ。どうやらなんかもはやなんかそのスキルのサイバー流奥義とサイバーロードフュージョンだけなんかちょっとだけ、あ、これきついな。包括、まあでもフォトンストリーム3つしかないんだよね。フォトンストリーム3つしかなくて、でまあここでももうビールドのカード1枚を除外するしかないね。でも前へしょってもどうせスワローズネスされるんでしょ。2体並んだ時にあれじゃない、効果じゃない、やるんだったら。最近はそのサイバー利用義出張っていうのがね流行ってまするらしく、流行ってるっていうか、まあなんか割と見るらしくて、本当どんなデッキでもいいんですけど、とりあえずあのスキルをサイバー流奥義にしてサイバーロードフュージョンを入れておくと、スキルが発動するのが2000ライフ減った時なんで、2000ライフ減った時になんか急にサイバー流奥義って言ってサイバーロードフュージョンポン出してバッグを2枚割るっていう、なんかその地獄みたいな展開をしてくるらしいですよ。なんか急にハーピーデッキとかからなんかランページ飛んできてなんかバック破壊にされるみたいなパターンがあるという速攻魔法スワローズネスト。あー、強いな。それは強い、それは強い、そいつは強い、そいつは強い。いや、狡猾打たざるを得ないってこと。さあ来て、いやーこれハーピーチャネラービールドカードーか。ハーピーの狩り場で狩り場、いやもう打つしかないですね。じゃあもう打つしかないんで、打つしかない、瞬間打つしかない。でここと、ここを破壊してく。はい、どうだ、これでもう一回ネストあるか。よし、耐えた、多分耐えた。召喚機は使った、もう展開できんだろ。まあ言うてこのなんかギャラクシーアイズ1枚にされたの結構きついけど。お、ハンティング月賞だったらでも多分打ってると思うから、多分ね月賞だったら打ってると思うから。だから大みたいな装備するでしょ。え、これなんすかそれ、クセ。あ、でもクセなんかなんもねえ。大みたいな効果、これはまあ普通に存在意義だ。アドバンサーですかね。やれ、オービタル。アドバンサーめっちゃ強いですよね。これ特殊召喚してすることもできるし、召喚することもできるし、実質打点が2000みたいなのがあるんです。ほい、5、オッケー。いやー、狩り場マジでやめてほしかった。多分、ね、相性は結構悪いんじゃないかなと思いますけどね、基本的には。さあ、お相手の方、牛尾誠、牛尾誠。これ反動、これ反動強くね、これハンド強えな、これフォトンウィザード、違うわ、おアドバンサー、おアドバンサーって、アドバンサーで、ウィザード効果、じゃあ分からせますか。とりあえず破滅のフォトンストリーム2伏せっていう、あまりにも頭がおかしい最強ムーブを決めて分からせますか。フォトンバリッシャーはこれちなみに僕フォトンデッキマジで使うの久しぶりなんで、プリミったらすいません。
マジで5億年ぶりくらいに使ってるんで、マジでこれでいいんだよ。で、ギャラクシオン出すから、ギャラクシオン出して、はい、でこれ出して、はい、で、おい、あ、これ守備表示いいのか、ちょっと久しぶりすぎて思いつかないんだけど操作。こうでしょ、で、こうでしょ。懺悔、全然ね、最近懺悔の用意してなかったんで。でもこれめっちゃ強くないですか。え、これ、これ最強じゃね、最強なんだけど、もう負けんだろこれ、さすがに。もう月の書されても一応狡猾あるんで、まだまだあるんで。あ、じゃあ無の煉獄、なるほど、魔法界、無の煉獄。あ、今のはあの桐生京介の前です。桐生京介のモノマネをしました。魔法界、無の煉獄。なんだこれ。あ、モンタージュドラゴン。やば、覚悟しな、やばいモンスター。ああ、速攻魔法を発動、これで終わりだ。うわっ、